要するに現場外務大臣、前原政調会長、森総理、この3人と会ったと、この前原さんの路線っていうのは森路線をどういうか今継承してるわけですよね。まあ結局いろいろ我々も調べたし検討もしたが、まあ森先生あなたのところが一番妥当なとこですね、そこから交渉を継続したらいいですねと彼は言うから、あ、まさかそういうわけですね、うん、辛いそうだと思うよと。だからその後5年間ちょっと空いたんですよね、小泉政権で。それはまあいろんな事情あるから時間がないからやめますが、はい、だから外務省の中にもね、その2つだけでいいよって言われることに絶対嫌だっていう学者がいっぱいいます。新聞をご覧になったら分かりますよ、反論する学者いっぱいいます、名前言いませんよ、じゃあその方たち何を具体的にどうするんですかって何にも書いてないんですよ。だからそこ2つあるんですよね、本当にやっぱり心の底からけしからんと思って言ってる人たちだったらいいんですよ。あともう1つのグループがあるんですよ。北方領土関係の公演になったら安くても10万円、いいと30万円、あるいは北方領土に渡るのは国のお金で丸がかりでいけるわけですよね。特定の人がいて利権構造化しちゃってると、これがだからエセ童話みたくなってしまってですね、一種の北方領土ビジネスが生まれてしまったと。だからそれで言ってる連中とこの辺の区別がすごい難しいわけですよね。で今回はですよね、森さんがもうロシアに行ってプーチンさんと実際お会いになって野田佳彦総理の親書を携えていく、要するに全部下ごしらえをするはずだったのが、山根外務副大臣がこの前ロシアに行ってお話を途切れちゃった。山根さんだって決して悪い人じゃないんですけどね、これだから山根さんにその前に前原さんが行って、森さんの流れのことやっていくと、あるいは斉藤剛っていう官房副長官がいて、なんかこの人はアファナシエフ大使に会ってそれをお願いしてるわけですからね、大使に、だからこれ外務省の中でなんかやっぱり綱引きあるんですね。つまりもしね、そういうことがあったらそんなとこに今山根さんが行く必要がないんですよ、で前原さんもその前に行った時に私にちゃんと断って、私は外務大臣としか会いませんよって言って断ってます、それ以上のことはしませんと。だから山根さんも行かなきゃいけなかったのはそれでいいんだけども、もし外務省が離婚なら今行くべきじゃないって言ってね、本当は抑えるべきなんですね。役人っていうのは面白いもので、政治家の大臣副大臣政務官が言うと従わざるを得ないわけですよね。だからそれは人事権があります。今人事の季節ですからね。だから山根さんが自らそう思って言ったのか、何か用があったのか、また誰かからお前行ってこいと言われたのか、ロシア側にするとそういうことの延長で言えば現場さん前原さんの話があるわけだから、当然次その話で来ると思ってたり何の話もしないで帰っちゃったと。だから政府はどこまで考えてるのかねっていうことで、さっきおっしゃったオールジャパンで行くはずだったのが、おいちょっと待てよ、今の日本またちょっと足並み乱れてんのかいってなれば、当然ロシアとしても一歩引いてみなきゃいけない。だからそこで言うと、じゃあ森さんとお会いすることもこれはなんか一旦今立ち消えてる。だから今度メキシコだった時にですね、この総理が森さん送るから私のと、ぜひ会ってくれと、これを言うことが非常に重要で、私は言うと見てます。はい、それとオールジャパンでこの問題取り込むんだと、要するに戦争を持ち込まない北方領土問題、それからこれ脱原発にも関係してると、 LNG ですね、LNG あるいはもっとパイプラインでダイレクトに持ってきてもいいかもしれない、生のガスを。もうすでにプーチンさんと私は非公式ずっとこれまで10年近くやってきたことで、中国向けの体系に行くやつも方向を変えて、そのバイカルの上を通して、森さんがプーチンと一緒に地図の上で線を引いて変えちゃったわけですよ、行く流れを。もうちょっと、まだまだお時間足りないんですけども、森元総理また一度もう一度出ていただくことできます、この話の続きで。私は自分から自らあんまりやりたい、佐藤さんが来いって言えばいいぜひともお願いいたします。本当にギャラも安いんで申し訳ない。